どうもお世話になっておりますアムロのガンプラ製作です。漫画ウルトラマンよりフィギュアライズスタンダード12分の1ウルトラマンスーツバージョン 7.5 が発売されましたので買ってきました。はい、価格定価の方が4860円となっております。早速開封します。はい、今回のキットは漫画ウルトラマンより諸星団が着用するウルトラマンスーツで、通称がセブンスーツです。漫画の方をご存じない方も、まあ見た目からウルトラマンセブンは連想できるかと思います。2019年より、フル 3DCG でのアニメ化も決定しており、4月1日より Netflix から配信されます。ランナーはご覧いただいている通り、本体表面の銀色部分がエクストラフィニッシュ、落ち着いた質感のメッキ塗装が施されています。赤色はグロスインジェクションで、未塗装ですが塗装してあるかのような、光沢のある質感となっています。付属の LED ユニットで目の部分が黄色に発光します。ボタン電池 LR41 が2個必要で別売りとなっています。透明のスタンドも付属しています。コーションマークのようなテトロンシールと、部分的な色を補完するためのホイールシールも付属しています。それでは組み立てていきます。はい、ではですね、今回のキットが登場する漫画ウルトラマンの簡単な概要を読み上げていきます。1966年に放送された特撮テレビドラマウルトラマンの世界の続きを描く漫画作品、ウルトラマンから数十年後を舞台とする作品で、ウルトラセブン以降のウルトラシリーズとは異なる世界でストーリーが展開される。最大の特徴は、本作に登場するウルトラマンは宇宙人ではなく強化装甲をまとった戦士という設定である。そのため本作の主人公は巨大化することはない。怪獣は数十年間出現しておらず、主な敵対者は宇宙人となっている。ウルトラマンの主人公早田真の息子早田真二郎を主人公とし、強化スーツかっこウルトラマンスーツを身にまとった等身大のヒーロードラマ、原作清水栄一、作画下口智博の手により月刊ヒーローズ創刊号2011年11月1日創刊より連載がスタート。単行本11巻まで累計発行部数は260万部を突破している。また2019年にはフル 3DCG でのアニメ化も決定。はい、ということですね。続いてあらすじです。かつてこの世界には光の巨人と呼ばれる存在がいた。光の巨人は一人の地球人と同化し、異星人の侵略や怪獣と呼ばれる巨大生物による幾多の破壊と混沌から世界を守っていた。やがて光の巨人はその役目を終え、遠い宇宙にある自らの故郷へと帰還し、同化していた地球人はそれまでの記憶を失った。科学特捜隊日本支部もその役割を終えて、光の巨人記念館へとその姿を変えていた。はい、ということでこの光の巨人がウルトラマンで、同化していた地球人というのが今作の主人公の父親にあたる早田真ですね。はい、では続けます。40年後ウルトラマンの存在が過去のものとなった世界で、ウルトラマンと同化した過去を持つ早田真の息子早田真二郎は多感な思春期を過ごす高校生だが、彼は自分が驚異的な跳躍力や頑丈な肉体といった人間離れをした普通ではない力を持っていることを自覚していた。ある日突然謎の敵に襲われた進次郎を助けに現れた父早田は、自分こそがウルトラマンだったと告白。進次郎は父早田進がかつてウルトラマンであったこと、自分がウルトラマン因子を受け継ぐ特別な存在であることを知る。そしてウルトラマンなき地球に暗躍する宇宙人たちの存在のことも。父の危機を前に、元科学特捜隊の井出からウルトラマンスーツを与えられた進次郎は敵との戦いに挑む。
はい、ということです。ウルトラマン因子というのが、ウルトラマンと同化した人間とその子孫に現れる特殊な因子で、この因子を持つ人間は通常の人間と比べてはるかに優れた、身体能力を得るほか、能力が覚醒することでウルトラマン戦士と同様、浮遊や空中飛翔なども行えるようになります。そしてウルトラマンスーツはウルトラマン因子を最大限に生かすためにイデが開発したスペシウムをエネルギー源とするパワードスーツで、主人公の早田進次郎はウルトラマンスーツをまとい、宇宙人たちと戦うことになります。主人公の早田進次郎がまとうウルトラマンスーツの B タイプはすでに、昨年の11月に発売されていまして、本キットと同じような仕様で価格も同じとなっています。はい、では続いてセブンスーツをまとう諸星団についての解説です。身長182センチ、体重69キロ、24歳、科学特捜隊に所属する青年。ディスプレイ機能を持つメガネと短髪が特徴で、極めて人間に近い姿をしているが異星人。外交官の息子として生まれるが、幼少期にとある星に駐留していた時にテロリストによって両親を殺害され、双子の弟レイと生き別れになった過去を持つ。異星人事件に対処するプロ意識から足元の定まっていない進次郎に厳しく接しつつも辛辣ながら助言するなど、先輩として彼に接するところもある。ウルトラマンスーツバージョン7シリーズ、通称セブンの適合者。進次郎と違い、敵対者には容赦がない戦闘スタイルで、日本刀のような長剣と刀剣を武器に戦う。はい、ということで組み立て完了です。それではセブンスーツの解説について読み上げます。全長197センチ、重量138キロ、諸星団専用のウルトラマン型パワードスーツ。ウルトラマン因子非保有者でも使える常人用のスーツで、因子に頼らないゆえに様々な事態に対応した複数機能が実験的に導入されている。その反面、使用者への負荷はまだ大きく、イデイワーク実践投入された現在も完成と呼ぶまでには至っていないらしい。科学特捜隊内部ではバージョンナンバーからセブンスーツと呼ばれている。初戦後に実践データと諸星の意見が反映され、バージョン 7.1 では上腕大腿部走行の軽量化がなされた。バージョン 7.3 では新たな兵装としてワイドショットと EX ライフルが搭載され、スーツの外見自体は変更されていないが、制御系などの調整が行われた。またクローキング機能はウルトラマンスーツ B タイプより早く実装されている。デザインはウルトラセブンをベースとしている。目の部分はバイザーに覆われ、その奥に小さく光る目が見える。また頭部の装飾や刀剣の形状がアイスラッガーに酷似している。はい、ということです。本キットはバージョン 7.5 ということで、ウルトラマンスーツ B タイプからのフィードバックもあり、セブンの完成形と呼べる域に達成したものがバージョン 7.5 であると説明書に記載があります。 LED ユニットはボタン電池 LR41 が2個必要となります。背中のパーツを外すと、ボタンが現れるので、キット付属のスティックでボタンを押します。1回押しで点灯後3分後に自動消灯、もう1回押すと点灯しっぱなし、さらにもう一度押すことで、消灯するようです。若干顎や首から光が漏れますが、まあ許容範囲だと思います。はい、こちらがスペシウムソードです。左腰に帯刀し、抜刀、納刀が可能です。日本刀に似た長剣で、刀身にスペシウムエネルギーを流すことで切れ味の向上だけでなく、衝撃波が生まれるほどの打撃力も備えるということです。こちらがナイフです。2本付属します。形状はアイスラッガーに、酷似しています。ナイフは付属の台座に取り付けることができるので、投擲ポーズを取ることも可能です。台座はウルトラマンスーツ本体も接続が可能です。
足裏の面積が狭く自立に難があるので台座の存在自体はありがたいのですが、支柱の角度や長さの調整は抜き差しして行うことになるのでやや扱いづらい感じはあります。本体とのジョイントパーツはスタンダードな3ミリ穴となっています。はい、こちらがアイスラッガーです。2本付属します。バージョン 7.5 に合わせて新たに作られた兵装、通常は二刀流として使用するが諸星からの要望により連結させ一握りの大型刃にすることも可能ということで、中央のグリップのパーツの上下にアイスラッガーを接続することができます。ハンドパーツは左右の平手と武器の持ち手を兼ねた左右の握り手が付属しています。開封時にも触れましたが、今回のキットの、シルバーの部分はエクストラフィニッシュで落ち着いた、艶消しのメッキ塗装が施されています。赤色の部分はグロスインジェクションで、未塗装ですが光沢のある、塗装されたような質感になっています。ほとんどの場所はアンダーゲートになっていて、アンダーゲートではない部分は露出をしない、または影に隠れるような場所であったり、ゲート跡は極力目立たないように配慮はされています。ただし 100% ではないので、スペシウムソードなどワンパーツのアイテムなどはゲート跡が露出します。メッキ塗装されたパーツですので、ゲート跡は下地の白い成形色が露出して逆に目立ちますね。ただし場所は限定されていて、ショルダーアーマーや顎の裏、スペシウムソードとアイスラッガーの側面ぐらいですね。まあどこまで気にするかですが、ガンダムマーカーやエナメル塗料でちょんと色をのせてリカバーできる範囲ではないかと思います。メッキ塗装のムラは私のキットには目立つ部分には全くありませんでした。唯一腰の部分の装甲の奥まった部分に塗料が回っていなかったようですが、影に隠れてほぼ見えないような場所ですし、まあ、取り上げてどうこういうレベルでもないように思います。赤いパーツについてはゲート跡の露出はほぼない、または目立たないので、わずかにあるアンダーゲートではなく、かつ露出する部分のゲート処理だけ少し丁寧に対応すればよろしいかと思います。合わせ目は散見されます。頭頂部、顎の下側に合わせ目が出ます。肩が前後分割で中央に合わせ目です。上腕から肘関節にかけてぐるりと一周合わせ目です。前腕も後ろ側に合わせ目が出ます。股関節付近に合わせ目です。太もも内側に合わせ目が出ます。硬い裏側に合わせ目が出ます。スペシウムソードの鞘が左右分割で中央に合わせ目です。アイスラッガーも左右分割でぐるりと一周合わせ目です。膝関節のパーツに肉抜き穴があります。合わせ目の箇所はまあ多いといえば多いんですが、キット全体として見た時に、まあ、正直そんなに気にはならないですね。可動範囲はそこまで極端に広くはないように感じます。まあ普通ぐらいという感じがします。一つ一つの可動箇所の可動域もあまり広くないですし、可動軸自体も主要な場所にあるだけなので、細かな表情付けができるほど行き届いてはいません。首の付け根、頭の付け根に可動軸があります。少しだけ前後にスイングします。首も少し引き出せば無理やり一回転しますが、奥まで差し込んだ場合は左右に少し首が触れる程度です。胸部、腹部には可動軸なし、腰はボールジョイントで軽く前後にスイング、干渉して一回転まではしません。左右に少し触れる程度ですね。肩関節はわずかですが前方向に引き出しが可能です。上腕の付け根、手首に回転軸で各一回転します。肘関節は90度と少し曲がります。腰が回転せず、
肩の引き出しもそこまで大胆ではないのでバットポーズがまあ取れなくはないんですが、ポージングのパターンは限定されるかなと思います。大腿部が別パーツ化されていて太ももの付け根で1回転します。股割りは前後方向は問題なく開きます。横方向も大腿部を引き出せば大きく開きますが不自然な見た目になります。膝関節は90度と少し曲がります。足首はボールジョイントで1回転します。スペシウムソードの鞘の、ジョイント部分は前後にスイングします。バットポーズを大きく補助します。はい、ということで漫画ウルトラマンよりフィギュアライズスタンダード12分の1ウルトラマンスーツバージョン 7.5 の組み立てとレビューでした。それでは失礼します。どうもありがとうございました。